次回の放送ではこの梅ブリッジ救急を詳しくご紹介、ご期待ください。お兄ちゃんと教えて食べたい。あ、もう晴れてきちゃったね。ほら、空が、これあれになってた。よかったね、夕方晴れればね。そうだよ。店屋だとお客さん買いに来るしね。冗談だけでも、ねえ、何でも飲みに行こうか、食べに行こうか。冗談だよ、ほら。あ、来た。こいつら。わかんじゃない。どうぞ。お気軽にご相談ください。お客様に納得していただけるまで、ファイナンシャルプランナーまたは専門スタッフが丁寧にご説明いたします。これで豆屋の手前どの辺までなの？ずっと向こうか、もっと先、うん、ケンタッキーフライドチキンとか先、うん、いつも綺麗が癖になる自然に手が出るツーインワンエレクトロラクス。もし止まれなかったらさ、マジャいなかったらさ、マジャロータリーで待ってて、私はこっち側にいるからロータリーから回ってきて、こっち側にいるよって言ったらそこからポンって持ってきた。冷凍じゃないの、手作りパン、ぬか漬け、田舎風味、ゆで豆、甘納豆、大学院、うん、結構うまく追いかつかないね。うさち、すまんごんで、どの辺だか教えてよ、ね、さまずいちゃん。まだミニミニってもうちょっと行ったところ、あの車の前、車の前あたりじゃない、車の前、この辺で見てる。食べない、見えんのこと言った、迷わしたケンタッキーの前のミニミニって書いてあミニミニ、あんれキャットハウスだからもうちょっと先で待ってて、後ろから来るミニミニってあっちあるどこだ、あのほら、保険の窓口の前、うん、このかこの辺でいいんじゃない、保険の窓口のミニミニあったってここ、うん、もう戻っちゃっていいの？Yeah.
卵焼き300円か。300円ぐらいだろうね、卵さ、ね、5個くらい使ってね。俺様と遊びましょう。あ、4人、6人ぐらい。土日しかやらないだって、名古屋さん。しばらくの間、土日しか。その間、どこかやってるのか、何なんだろう。機械がある。弁当やってみたり、いろいろやってみたり。ね。弁当もそんなに。あと、買ってっていうのは、100いくらだったら、こんなちょっとしか入ってなくて、嫌になっちゃった。あ、日程さん帰ってきた。なんか、自転車が中途半端だから怖い。振り付けたの。あー、もう大丈夫だよ。これで落とし鍵。いいよ、無理やけど。